すごい。昔の川の跡だって。これ、ほんまや。昔の川の跡。今日渡る際、右側に少しだけ見えてくるのが、流れを変えた導水トンネルです。この辺は一周しかご覧いただけませんので、皆さんもぜひ進行方向右側にご注目ください。1号車のお客様から順に進行方向右側に、運転手さんはこんな拍手で。本日は少し暗かった。
迫力のあるこの劇場がご覧いただけております。2017年10月にはラフティング世界大会が行われました。川の流れが大竹湖畔は年間を通して安定した豊富な水量と深さ2メートルを超える手の乗りは世界に数あるラフティングスポットの中でもトップレベルの激流だそうです。この辺りの妖怪たちも一堂に集めた妖怪屋敷道の駅大竹です。道の駅大ボケの方や本日は妖怪の方も皆様に手を振ってお出迎えしてくださっております。本日は妖怪のカッパさん